photo. Don't forget the way. コロナで本当に世界中大変なことになっています。皆さんおうち時間楽しんでますか？どんな生活をしているのかな？私は、ここ沖縄の、お家でゆっくりのんびりと、もう3月の末から沖縄に来ていて、で本当だったら沖縄でイベントがあったりとか、サップヨガの指導者養成講座がある予定だったんですけれども、全て、中止になってしまって、まあ、イベントの方は9月に延期になったんだけど、なのでそのままもう私は今沖縄の方でずっと暮らしております。しばらくは3月4月5月半ばぐらいまでかな、多分、この沖縄のお家でのんびりしようかなと思っています。おうち時間、そうだな、私ここの今私が座ってる、このスペースはとってもお気に入りの場所になります。ここはもともと、クローゼットでした。クローゼットだったんだけど、こんな大きなクローゼットあっても何もしまうものがないので、クローゼットを全部なくしてもらって、でそこにお昼寝ができるデイベッドというものを作ってもらいました。ちょっと見えるかな、こんな感じ、わかる、見えるかな、ね、この、中が全部クローゼットだったんですけど、そこを全部なくしてもらって、デイベッドを作りました。ここでお昼寝するのが本当に気持ちがいいです。この色も結構こだわって、ターコイズブルー、私の大好きな、色なんだけど、外の海と同じ色になるようにこのターコイズブルーにしてもらいました。これも3回ぐらい塗り直してもらって、もうちょっとこういう色じゃないって言って、でこの色に仕上がったっていう感じですね。どう？もう波の音ちょっと聞こえるかな。ここ外に出るともう海です。テラスに出るとどうですか、さっきのデイベッドと同じぐらいの感じの海。あ、もうちょっと違うかな。その日とかあとは太陽の横になってお昼寝をするのが最高のご褒美時間です。私のおうち時間。沖縄は、ビーチにパイナップルみたいなこのアダンというのがなってます。アダン、これがアダンです。アダンの実、すごいね。初めて見た人はこれをパイナップルだと思います。でもパイナップルじゃないんだよ。蝶々がいる。蝶々。
蜜を集めてます。もうね、こういうどっから流れてくるんだろうね。台湾かな、中国、台湾だ。台湾からのこういうゴミがたくさん落ちてます。これ後で拾います。ビーチクリーンしないといけないね。Staring photos.